今日もご覧いただきありがとうございます。エンタメは生きるモチベーション、エンタメウォッチャーの今何にです。女優さんの中で一番好きな長沢まさみさんの出演、そしてミュージシャンで一番好きな藤井和さんが主題歌ということで、初日から朝一番と舞台挨拶会の2回見てまいりました。映画、4月になれば彼女は、 久々の映画感想動画ということで、まず最初に言いたいのは、作者や監督、演者の思惑は一旦置いといて、エンタメの感じ方、味わい方は見るものの自由だということ。悲劇を楽しいと思っても、喜劇で辛く苦しい感情になっても、それは自由だということ。 私たちは18歳までに身につけた偏見のコレクションという常識をベースに、それぞれ経験や年月の異なる人の目で見ているわけですからね。なので、私がおかしなことを言い出しても反論しないでくださいね。原作も読み立てだったので、その解釈の違いに多少面食らいながらも、これは読んでから見ても、見てから読んでも何倍にも楽しめる映画だなんと、 ストーリー的にはかなり違ったものになっているんですが、核となる各キャラクターのパーソナリティ、本質、思考だったりはイコールなので、余白の多いこの作品は、映画が本を、本が映画を保管している作品だなと、これは両方を味わうことを強くお勧めしたいです。 しかもこれ2回目見た時は1回目には見えなかった感情も伝わってきたり新しい発見が結構あったので繰り返し触れたくなる作品だなということも強く感じましたそしてこの映画を見てどう思ったのかを誰かに聞きたくなる作品でもそこは親しい人にしかおそらく本音は言えない作品ですよねさらに言うと近すぎる人には 逆に本音を言えない作品。どうしてって、それはあなた自身の恋愛観とヒストリーを語ることになるから。人はなぜ恋をするのでしょうか公式さんから投げかけられたこのお題。自分より大切なものを見つけたいんだと思う。と原作では言っていますけれども、そういうふうに考えると、人はだんだん恋をしなくなってくるんでしょうかね。まあ私的には、 人間として生きているから発情期間特有の現象としか言いようないんですけれどもねまあ気づいた時にはもうこの恋愛という状態になっていますからね恋をしようと思ってできるもんじゃないそしてその大半が勘違いであり思い過ごしであり時として不幸の始まりでもしないよりした方が断然いいですよね人生長いようであっという間ですからね そしてこの映画はこんな方は必見ということで頭を一旦空にしたいという私そんな方にはこの映画見てほしいなときっと前に進める勇気を受け取れるんじゃないかと思いますまずは旅先での美しく壮大な景色そこに佇む森七菜さんの美しさ無情感や絶望に溢れた色素の薄い日常風景 劇班は日本の音楽業界を代表する名プロデューサー、小林武さんが担当されています。すごいですよね。佐藤健さんはもう抗えない美しさだし、河村元気さんが当て書きしたとおっしゃるのは完全に納得という精神科医の佇まい。彼は苦悩すればするほど、困難に会えば会うほど魅力が増す方だと思っているので、そこも十分に堪能できます。 大好きな山田智和監督、長澤まさみさん、藤井風さんに関しては別項目で語りたいと思っています。今回は基本登場人物ベースでこのようなテーマでお話ししていきたいと思います。私の思いを含めダラダラと話しますので異様に長くてある意味恥ずかしい動画になっていますので夜中に見ていただくとか 聞きたいと思うところだけ聞いていただくとかしていただければありがたいです。それではここからは映画、原作ともにネタバレ感想になりますので、まだ見ていないよという方はぜひご覧になってからまた戻ってきて感想を共有していただけると嬉しいです。愛を終わらせない方法、愛について語るのは生きることや死ぬことについて語るのと同じことですよね。 まず、あなたは、愛を終わらせない方法について、必死に考えたことはありますかこの映画を見て、いい悪いの感想は別として、泣く人と泣かない人っていうのがいるのは、これ、年齢でも性別でもなく、そこだと思っています。愛を終わらせない方法について、必死に考えたことがあるかどうか、自分よりも大切な人がいたことがあるか、 その人と一緒にいるだけできっと全てがうまくいくと信じることができた時間があったか、この人さえいれば他に何もいらないと思ったことがあるか、過去の恋愛にさえ嫉妬したり、そしてそれは続かないのではないかと、会社の帰りに電車の中で涙が止まらなくなったり、お酒を飲んで忘れようとしてみたり、友達とバカ騒ぎしたり、それでも忘れられなくて、もうこの人以上に好きになる人は出てこないだろうと思ったり、 考えすぎて眠れなかったりスマホをずっと握りしめて寝たりそんな経験がある人ならこの映画の泣きポイントに崩れるはず私はおそらく20年ぐらい前とかだったらもう大号泣していたかもしれないですけどねまあ今回はじわっとこう涙があふれるこみ上げる くらいな感じでしたけれども、そして原作を読んだ時、最もハッとしたのが、この愛を終わらせない方法はという一節が出てきた時なんですよね。これまさに私も思ったことがあることなんですよね。そしてそこで私が出した結論は、それを始めないことだったので、まあ表現は違うけど、手に入れないこと、 というのとかなりニアリーイコールなんですよね。だから、ああ、こういうことを真剣に考える人っているんだなと。まあ、そのくらい切羽詰まったというか、自分の命と引き換えにしてもいいレベルの好きな人がいたかということ。世の中には2種類の人間がいる的なやつで言うと、弥生はそのことについて真剣に考えたことのある人であり、それ今言うと言った藤代は多分、 それを考えたこともない人。春もきっと考えたことない側の人だろうなと思うんですけれども、でも彼女は結果的にはそれを実践したことになるんですよね。手に入れないで亡くなる。そして映画における弥生が春に会いに行ったのは理由の一つではないと思うけど、弥生が思う愛を終わらせない方法をまさに実践した しようとしている春に対して、ドロドロとした嫉妬心もなかったとは言えないだろうし、また春と話すことによって、弥生自身の藤代に対する気持ちを明確にできるかもしれないと思ったのかもしれない。いずれにしても、弥生自身ラストは、そこの次元から一歩先に進んでいますよね。まあ、ある意味、手に入れないこと、 始めないことというのは正解でもあるんですけれども恋愛における情熱的な愛という意味の愛で言えばまず終わらないものなんてほぼ存在しないんじゃないかと思っています愛を壊すものは漫然と続く日常時間生きることと同じで避けがたく全て終わりが来るものですじゃあなぜ私が結婚生活を36年目なのかというとそれは愛の 形と定義を都度変更しているからです。それしかないでしょうね。原作との相違。正直原作読んだ後はグッとくるポイントは何か所かあったものの、全然泣くとか心が震わされるとかはなかったんですよね。まあその原因は結構明確で、弥生と春の心情があまりにも描かれていないというか、特に弥生に関する 描写が少なかったのでまあ表情が思い浮かばなかったこととどうしてもまあ私が女性ということもあってまあそこにポイントを置きがちっていうのがあるんですけどなんかすごい男性視点のストーリーだなと思って。 ってしまったんですよね、まあ、原作者河村元気さんはもう私の大好きな作品をプロデュースされていたりもうすごい方なんですけれども、まあ、私はアニメってほぼ見ないんですが唯一大好きな新海誠作品のプロデュースもされている方ですしねでもなんかこの原作から漂うこの港区間に少し違和感があったというか。 原作はタワマンの28階で黒で統一されたミニマムな家具、おしゃれなライティング、猫を飼っているとか、イソップのハンドソープみたいな、いかにもっていう、まあ、洋服とか靴とかのブランドも具体的にこう出していたりとか、ディテールの描写がね、結構あったんですけど、そこがね、こう、弥生の表情、 ののディテールはないのにそういうところのディテールが濃かったので多分そこが私が入り込めなかったところだと思うんですけどねでも映画版だと、まあ、ちょっと港区とか世田谷区ではないんだろうなっていう動向なんでしょうね舞台は、まあ、練馬区とか豊島区とか、まあ、墨田区とか、まあ、そのくらいの感じでタワーマンではないセキュリティもガチガチではない至って普通のマンションでしたよね。 内装も割と雑然としてて、まあ洗面所とかはおしゃれな設備とかもこだわってこう使われていましたけどね。でも生活感はありましたよね。確かに精神科医と獣医のパワーカップルだったらタワーマン全然住めると思うんですけどね。まあ映画版のなんかキラキラしてない暗めな感じがすごく良かったなと思いました。そして一番大きいのが春を愛する大島。 という原作で出てくる存在が父守に変わっていたということ。大島っていうのは写真部のメンバーなわけなんですが、命と引き換えにしても急に春のことを愛していて、春が藤代好きなことは分かっている男なんですよね。そしておそらくそこから逃げたくて、大島は別の人と結婚する。 さらに、大島が自殺を図るということで、春は藤代とも会えなくなるという重要なキャラクターなんですよね。で、まあそこでは一命を取り留めるんですけども、結局事故死で亡くなってしまう。そしてそれを知らせるのはペンタックス。だから、大島という存在を父に置き換えただけで、春に対する思いは、大島と父はイコールだったとも思える。 これを血のつながりがある父にしたことで、より不穏さ、不気味さを感じるとともに、春が選べなかった理由の説得力がすごいわけですが、大島のセリフで、春ちゃんと一緒にいると心が動き続けるんだ。生まれてからずっと自分と彼女が同じ場所からこの世界を見てたような気がしてっていうのがあるんだけれども、これってもうほ純愛の恐ろしさを思い知らされる言葉なんですよね。 まあここら辺は人が違いども映画と原作共通している部分かなと思います愛って両方が双方向に向かい合って受け入れていれば非常に美しいものとして捉えるけどそれが単方向だったらストーカーとか犯罪にもなりうる話ですからね愛は紙一重なんですよねそして原作では後輩医師のナナが映画では同僚であり離婚経験もあり子育てをしている とといいう経験値もあるる先輩医師してて描かれているんですよねそれが友坂理恵さん原作ではナナは藤代より年下で高校生男子の患者との恋愛というのが描かれていてそこもものすごく深みのあるエピソードなわけなんですけど、まあ、2時間の映画では広げすぎるととっちらかってしまうというのがあるので、まあ、藤代のメンター的立ち位置で 登場させたということでしょうね。合理主義者が多い精神科医の中でも、ナナの得意性は際立っているキャラと言われるんですね。誰と恋愛しても行き着くところは一緒。まあこれ系のセリフは映画ではタスクに一任して言わせていますね。真理の言葉を言う担当のナナとタスク。まあ本当にその通りなんですよね。永遠に続くものなど何一つありません。 そしてタスクの属性も原作ではちょっと違っていて、タスクはゲイではなくバイセクシャル。女の口説き方もプロで、破滅に向かっているパリピ的な存在。いかにも業界人っていう感じなんですよね。まあ、バーのマスターではないっていうね。また、やよいと藤代が付き合うきっかけになったのは、 動物園というのは同じなんですけど、まあ、原作では付き合うきっかけが、リンゴを猿の鬼に投げて、どの猿が食べるかで、また会うかどうかをかけるというもの。まあ、そもそも原作では動物園の獣医ではなく、普通のクリニックの獣医だから、まあ、普段見ない動物のことはあまりよく知らないっていう設定なんですよね。そして、弥生の失踪のきっかけ。 ここは大抵のカップルがそうであるようにもう蓄積されたものがあるから些細なことがあ、もう無理ってなるんですよねまあそれって女性特有の感じなわけなんですけれども映画では割ったグラス詰まった排水口でそこの心の動きを見せていますけれどもこの表現もね秀逸だなと思った場面なんですが弥生はその恋愛を終わらせるために 手に入れないためにその入れ物自体を割ってしまう。もう何も注げないように。だからそのメタファーをまさに目の当たりにして彼女のスイッチは押されるわけなんですよね。排水口はね、これどう思いましたここは脚本の意図しているところではないかなとは思うんですけど、リアルに私もそういうので出て行ったことあるんで共感しかなかったんですよね。 排水口詰まってるねじゃねえよっていうね <laughs> 気づいたお前がやれよっていう <laughs> まあねこの二人はそういうね乱暴な直接的な言葉は交わされることはないですけれどもまあそれはね弥生はそんな風には思わないかもしれないですねまあでも二人とも働いていて専業主婦ってわけでもないですからねこういうとこで切れるもんですよね現実はね 家政いだからなんだか原作より映画の方がリアルな女性視点が入ってるなぁと思ったんですけれどもね原作では弥生が出ていく流れになるきっかけの一つとしてまずは AI との恋愛を描く「歯、はあ、世界で一つの彼女」というね映画を二人で見ているところなんですけれども。 この映画私本当に大好きなんですよね。まあそれが出てきてすごく嬉しいなと思ったんですけど、それを見ている時に弥生が泣き出すんですよね。そして藤代は最初に弥生と一緒に見た映画が覚えていないって言うんですよね。さらに弥生が今楽しいと藤代に問いかける。でも藤代くんはまるで幸せじゃないみたいっていう会話があって、 その後、失踪した後に、藤代が弥生のベッドに横たわると、枕に春からの最後の手紙があるんですよね。まあ、弥生は春からの最後の手紙は、勝手に開けて勝手に読んで、藤代に渡さなかったということなんですよね。だからそれを読んだのが、弥生が出て行った直接的なきっかけなわけです。 そして春の残した写真は決定的に違っていましたね。原作では春の残したカメラに映っていたものは二人で見るはずだった朝日が、そしてその時の彼女の気持ちがそこに収まっていたんですね。でも映画ではまさかの弥生が映っているという誰も想像しなかった驚きの展開でしたね。そして原作だと全然 藤代は弥生のことを探していないように見えたんですよね。タスクとカラオケで歌ったり、まあ、ちょっと藤代の気持ちが見えないという感じで、なんならやっぱり春のことを今でも思っているのかなとさえ思うような、まあ、この辺も原作では悶々としたところなんですけど、映画だと多少ですけれども弥生を探している感がありましたよね。そしてラストの行き先は、映画版では弥生が 春に終末医療の施設に会いに行くという驚きの展開。一方原作では春と見たいと言っていたインド最南端のカニャークマリで朝日を見に行き、そこに弥生がいるというラスト。これがね、原作で一番釈然としなかったところなんですよね。だって弥生がそこにいるとは思ってもいなかったわけで、弥生に会いに行ったわけではない。 のは明確じゃないですか。むしろ春に会いに行ったと思うんですよね。なので、原作読んだ後の後味があんまり私的には良くなかった部分なんですが、ここのラストが大きく変わっていたことで、弥生の春に対する複雑な気持ちや、弥生にたどり着こうとする藤代の情熱が感じられたし、何より春がこれで幸せな気持ちで帰れるんだなというところで、 感極余ったので、やっぱり映画版良かったですね。ヨネズケンシのレモンやアイミオンのマリーゴールドなど超ヒット作の MV 監督としても知られる山田智和監督。藤井風ファンには名作青春病の MV で、そして今回の満ちでゆく MV でおなじみな監督なわけですが、青春病って本当に不思議な MV で、まあ MV というかもはや映画なんですけど、 ほとぼりが冷めた頃にまた何度も見たくなるやつなんですよね。なのでこの映画も私にとってそんな存在の映画になるなというのは確信しています。そしてまた時が経って見てみたら違う感想を抱くことになるかもしれないなと。彼の映像はなんか薄暗くて儚くも美しい刹那な,な瞬間が切り取られていて本当に素晴らしいなと思うんですが今回の映画でも 海の音街の音雨の音電車の音車で向かう時のパイプオルガンなど音も単なる背景ではなく印象的な使い方をしていてさすが山田監督素晴らしいセンスだなと思いましたこの藤代と春がバイクに乗る場面そして弥生が春の髪を切る場面これは青春病の映像とも共通している場面なんですがエモすぎる場面でしたよね。 このどう見ても大学生にしか見えない佐藤健さんの青さと森七々さんの抑えきれないはつらつさ、初恋特有の爆発的な初々しい色気が切り取られていて、10年後の彼らとのその抗えない時の流れの残酷なまでの変化が巧妙に描かれていて、もうさすがですよね、山田監督。撮影中は誰よりも眠れない日々を送られたんじゃないかということが推察されます。 初の長編映画監督おめでとうございます佐藤健さんみたいな人が万一万万万が一身近にいたら絶対好きになれますよねこれまでも佐藤健さんの作品は割と抑えてきた方だと思うんですけどまあ最近だと印象的なのはやっぱりネットフリーのファーストラブですよねでもそこを超えた形で もう佐藤武と藤と代のの境界がが分かんなくなくるほど、彼の魅力がに出た上でハマっていいいた役ななんじゃないかと思います。原作では彼を表す言葉として「いいポートレートを撮るためにはその人のことを知りたいという気持ちが必要な気がするんだ」「でも僕にはそういう欲がないあまり人間の深いところに行きたくないというか」って言っていたり「藤代君は自分のどこがおかしいと思う?」 と付き合う前の弥生に聞かれた時に自分が欲しいと思えるものが見つからないというかこだわるものが何もない彼女春と付きあった時だけが特別だったのかもしれないでも僕は手放してしまったというセリフが藤代という男を象徴しています精神科医にいかにもいそうだなというタイプ大学時代の藤代はまだそこまで複雑さがないから 一途さもピュアさも垣間見えるんですよね。春と朝日に照らされながら手をつなぐ場面は鮮烈でした。あそこ日の出を映す前に朝日に照らされた二人を先に映すところが本当に良かったんですよね。春の手紙の中で春は富士が離れていってしまうことに怯えていた。きっとあなたもというフレーズがあったんですけどその通りだったんでしょうね。 初めて愛する感情を知った藤代は怯えていた。一番すごいなと思ったのは、春が電車から降りて、それを追いかけもせず、そのまま別れた後のエスカレーターを上がりきったところでの佐藤健さんの演技。あの藤代の表情を見てたら、その愛がどれだけ本物だったかがわかりますよね。壮絶なシーンでした。あとは藤代の母が離婚した時に言った、 愛される人生を諦めたくなかったというのが、これまあ原作でもあるんですけど、ものすごい強烈だなと思ったんですよね。そしてこの言葉が彼の心にずっと引っかかっていて、人を愛せないことの原因、トラウマだったのかもしれない。多分、弥生は母と似た思考の持ち主なんだろうなとも思いました。この映画の中ではハッピーエンディングだったですけれども、弥生もいつか もしかしたらこのセリフを言うかもしれないなとも感じましたそして弥生との付き合い始めの藤代もものすごくいい弥生が4月を好きになればいいなとかもうそれ惚れてまうやろう的なセリフや行動を結構しっかりやっていてまあこれは弥生も落ちるよねっていうなので個人的には弥生と藤代のうまくいっている時代のツーショット場面がすごく好きだったんですよね。 佐藤健さんと長澤まさみさんの側だけ見たらこの幸せなはずなのに微妙な表情をするところが本当にすごくてリアルだとうなりました「春が死んだんだ」というペンタックスからの電話の時に病院の渡り廊下の映像が引きになってあえて表情を映さないところこの演出もすごかったですよね オーディエンスが一番知りたいのは藤代のその表情なのに、ボンビャクの監督だったらここで佐藤健のアップってなるところでしょうね。ここで観客に想像させることこそ、この映画は自由に解釈をしていいんだと言われているようで。ラスト春の撮った 弥生の写真を見つけてからの映画自体の疾走感藤代の気持ちが客に転移しましたよねだから今追いかけてるとあがくことももがくこともしなかった彼が今必死にあがいてもがいて追いかけているところここが一番の小土産ポイントだったですかねラストはあの日の動物園みたいに海辺で弥生を追いかけるこれまで本音を言わない2人が 他愛のない会話だけでなく、本当の心を口に出せたらいいよなと、手に入れても愛を終わらせない方法はあると、それを信じると熱を携えたこの藤代の行動、最高のラストでしたね。弥生は原作では誰かを思って胸が苦しくなったり、眠れないほどに嫉妬したりする、情が深く嫉妬心が強い女。 最初の婚約の時は結婚をすることで付き合ったり別れたりのループを終わらそうとしているっていういつでも逃げるタイプの女性なんですよね。いやー、これはわかりますね。私も結構幸せなところからは逃げがちなので。冒頭に出てきた教会のシーン。パイプオルガンを弾けることを藤代は知らないんですよね。一緒に住んでいるのに。まあ、こういうことの積み重ねですよね。 藤代との出会いの病院の場面では、人と目を合わせないようにして、大丈夫じゃない人がよく言うセリフ、全然大丈夫と言っています。この時は不眠症だし、まあ、弥生ってまあ、かなりメンタルやられてますよね。常に一触即発状態。楽しいと悲しくなる。いつかこの気持ちがなくなったらどうしよう。まあ、常にその先を考えてしまうの、めっちゃわかりますね。 動物園でもう会わないと離れた後の弥生の表情。あそこがね、もうこれぞ長沢まさみっていう本当にうまい演技をされているんですよね。まああそこは本当必見です。そして藤代のもとに届けた手紙。一人でいる孤独ならまだ耐えられた。手に入らないものしか愛せない。わかっていたはずなのに。私たちは愛することをサボった。面倒くさがった。些細な気持ちを積み重ね、重ね合わせていくことを怠った。 私は失ったものを取り戻したいと思いますたとえそれがかけらだとしてもそのかけらを探しに春のもとに行ったんですねやっぱりこれ映画版の方がいい展開ですよねそしてたい焼きを尻尾から食べるところも弥生っぽさをすごく感じる表現春ちゃんに会いに来たと告白する春の髪を切る場面はこの映画の中でも名場面だと思いますめちゃくちゃ美しかったですよね やよいは春と関わることでその歪みを少しずつほどいていたような温かい二人の空気感が本当に良かったです。そしてラストやよいはバスで手紙を渡す。すべてを共有して二人は前進しだしたんですね。マンションまで歩く後ろ姿。あの日から日常を始める。愛のフェードアウトを少しでも遅らせる日常を彼らは遅れるのだろうか。そして春。 最初にこのキャスティングを知った時病気で亡くなる役ということでまあはつらつとしたイメージの森奈々ちゃんどうかなと思っていたけどこれ最高にハマってましたねむしろ春は他の女優さんじゃ想像できないほどこの美しすぎるウユニ塩湖のショットとかまるで天国にいるかのような美しさと儚さ まさに新海誠の天気の子レベルに実写じゃないみたいな映像ですよね。そう、森七菜ちゃんといえば私の中では天気の子のひななんですよね。彼女の声抜群にいいですよね。まあ、今回、春はモノローグが多いので一気にその世界観を作り出す声で最高でした。春が撮りたいものは映らないもの。雨の匂いとか悲しい音楽とか嬉しそうな声とか、 誰かを好きな気持ちとかそういう映らないけど確かにそこにあるもの大学生の藤代にはこういうことを言う女の子が圧倒的に新鮮だったんでしょうね春と話せば話すほど恋に落ちていく藤代春は原作だと写真を現像する時に現像液から早めに引き上げるという描写があるんですよねそれがものすごく彼女を象徴しているようなアクションなんだけど色素が薄い写真春そのもので 春は自分が見たい景色に近づけようとしているということらしいんですよね。原作のここら辺の描き方が本当に最高で、藤代に対する思いも天真爛漫なようでいて、弥生の思考にも近いところがある。不安になる。私が藤にとって必要な存在なのか、時々どうしようもなく不安になると言っています。でもそれは藤も同じ。この最初の方の高架下で、 藤代と一緒に写真を撮る場面めっちゃくちゃ好きなんですけど雨の音がかなり主役になっていますよねあと旅をしている時のこれで終わるんだというセリフに刺されました大学時代の初々しいぎこちなさも良かったしそしてこの暗い色味の画面の中春は唯一ビビッドな赤を着ているんですよね大学時代の赤いスカートと白いボーダーのシャツだったり この最後の旅の赤ワンピだったり、彼女の心の中の情熱を表しているようですね。春の愛は、藤代にごめんね、私選べなかったという時の目が泳ぐ演技も秀逸でした。アイスランドで倒れて、これで終わるんだ、やっと終わることができるんだのところが、私の最初の泣きポイントでした。最後の春の手紙には、原作でも映画でも一番込み上げたところです。 あの時の時私には自分より大切な人がいた失ったものを取り戻したい。私は私に会いたかった。あなたに会った頃のと。いや、これがすごいんですよね。この最後の手紙は、弥生と富士の幸せを願う手紙。 私は私に会いたかったというのがこれまさに藤井風さんの世界観なんですけれども改めて藤井風さんの初めての映画主題歌がこの映画で良かったと思わされた春のセリフです短い春の人生が思い残すことなくやりたかったことが全てできて伝えたかったことが全て伝えられて本当に幸せな一生だったんだろうなと原作での春の手紙の締めは 今ががが愛愛すするる人人いいてててその人が富士のことを愛してくれることとををしくれ願っていますたとえそれが一瞬だとしてもその気持ちを共にした一人の人間としてっていうんですよね。これは本当に美しすぎる言葉弥生の氷のような心も溶かす言葉たち手紙ですよね。 原作で印象的だった春の場面としては高校の時の隣の家の余命宣告されたカメラ屋のおじさんの話僕が死んだら君は僕のことを忘れてしまう君は僕の声も言葉も歩き方も忘れてしまうでもそれでいいんだ僕がここにいてカメラに触れて君と話をしていた時間が消えるわけじゃないこの言葉が彼女が写真で撮りたいものの理由付けとなる重要なエピソードなんですよね 彼女の最後にも寄り添ってくれた言葉だと思います。そしてタスク。みんな大好き中野太河さんはこの映画でもとても重要な役どころで出演されていました。彼の口から出る言葉は神の刑事か悪魔の囁きか。結婚なんてデメリットだらけ。バカかノリでもないと結婚できない。いや、おっしゃる通りです。心理すぎてグーの根も出ねえっていうね。 千秋の喝采歌ってましたよ、ねまあそこの意図はわかんなかったですが憎んでいる人よりそばにいる人を容赦なく傷つけるというのもまた藤代に投げつける心理の言葉そもそも一人に満たしてもらおうって無理ある冷めていくのを見てるの絶対できないっていうねこれもねほんとその通りっていうね 原作では藤代の家に泊まったことがあるエピソードが描かれていて、ちょっと藤に迫るみたいな場面もあるんですけど、まあ私はタスクも藤代のことが好きなんだなと思って原作を読んでいました。そしてタスクという人を表すのに最も的確だなと思った原作でのタスクのセリフは、映画卒業の話。 映画史に残るハッピーエンド。駆け落ちした二人はその後どうなったのか。僕には絶望的に見える。ピークは駆け落ちの瞬間。そこからは坂を転がり落ちていくしかない。彼は卒業のハッピーエンドに絶望を見つける男。そう、解釈は自由ですからね。そこで藤代に言う。藤さん、弥生さんのことちゃんと探してますか藤さん、いつも待ってるだけじゃん。一度でも自分から何かしようとしたことあんの 手放しししたたたくないなタタいないいらりりあがよ結局富士山は弥生さんを見捨てようとしているんですよ」って言うんですよねこういうことを言ってくれる存在がいる藤代は幸せ者ですよねもうほんと登場人物の中で最もブレのない人物人は誰のことも愛せないと気づいた時に孤独になるんだと思うそれって自分を愛していないってことだから。 というののもタスクの名言そして今期のドラマ「不適切にも程がある」で大活躍中の中島歩さん演じるペンタックス彼は出番が少ないんだけど名演技されていますよねそしてタスク同様藤代にとって重要な言葉を言い放つ役回りどうして追っかけなかったんだよというのもペンタックスそして彼は車を出し弥生のもとに届ける春のことを 知らせたのもペンタックスですしね彼がいなかったら物語が動かない級の重要人物大学生の頃から全てが見えていたのかもしれないですねペンタックスの場面で一番良かったのが春の写真を現像する時に物質の現像室に久しぶりに案内する場面「暗室富士覚えてる?」っていうのが芝居じゃなさすぎてほんとドキュメンタリー見てるみたいでしたね。 いや、素晴らしい俳優さんですね。そして原作ではかなり登場シーンが多い、弥生の妹純、淳。河合ゆ美みさんも今、ドラマ、不適切にも程があるで、淳主役級の立ち位置で素晴らしい女子高生役をやっているわけですが、原作を読んでこれはかなり、 佐藤健さんとの絡みが見れるのかとちょっと楽しみにもしていたんですけれどもパチンコ屋の屋上でタバコを吸いながらまあちょっと話をするだけの出演でしたねでもその短い時間にも彼女の表情や大敗的なセリフの言い方から純が姉弥生に対して思っている感情とかちょっとだらしないのかなと思えるようなニュアンスを出してきたのでさすがだなと映画版では 藤代と関係を持った感じには描いていなかったですが、何とも言えない彼女独特の色気を出せる女優さんなんですよね。淳いわく、弥生は幸せになるのが怖い人、欲しいものを欲しいと思っちゃダメと思っている人、淳の原作で出てくるような振る舞い、まあ、藤代を 誘惑したりとかね。まあそういうのは荒っぽくて最低なやり方ではありますけど、姉の気持ちを分からせようと思ってんのもあんのかなと。そしてその弥生も完全にそういう前提で藤代と純を二人きりで合わせたりしていますしね。藤代を試しているというのもあったのかな。原作ではお姉ちゃん、勘がいいし気づいているかも、ああ見えて嫉妬深いんです。 というと藤代はそこで意外そうなリアクションをするんですよね。お兄さん何にも知らないで結婚するんですねと言われる原作では後に純は妊娠して執着の対象を男から子供に変えるわけなんですけどねまあ彼女も依存心が強く自分を生きているとは言い難いキャラ原作との違いで最も衝撃的だったのがこの春の父伊代田守。 深い孤独を抱えている男。なんだかこんな竹内豊さん初めて見たかもっていうような表情を終始されていて、本当に危機迫る怖い演技でしたよね。私は彼のこの不気味な表情、置き所のない手を頭にやって話す様子を見て、かなりアンタッチャブルな印象を受けたんですよね。娘春への歪んだ愛。 暗室に向かう時にダイニングに座ったままの春の後ろ姿を見てそう思いました。そして暗室での彼の言動の不気味さと眠れないんだという言葉、いつも一緒じゃないと苦しいんだと、この時の藤代の鼓動はこっちにまで伝わってきましたよね。この男は春を支配していた、洗脳していた。だからあんなに藤のことを好きだったのにもかかわらず選べなかったんだと思う。 そして藤は春をこの男から救い出さなければという気持ちになったのではと思いましたがここはどうなんでしょうねそんなに愛する春の最後に父はいなかったこれどうしてだと思いますか私は大島と同じような最後を迎えたのではないかと思っています自ら命を絶ったか事故などで亡くなったかいずれにしても精神が普通じゃない状態ですでに亡くなっているのではないかと そして最終的には春のこと解放していたらいいなと思ったんですが、ここも余白を残して観客に感想を委ねていましたね。最後の緩和ケア施設での春を見ていたら解き放たれて軽くなった様子が見て取れたので、父からは解放されていたらいいのですが。 今回の映画の最大の鑑賞モチベーションは、まあ不安である藤風さんの主題歌ということで、まあ初日朝から映画を見に行ったわけですが、あまりに映画が良すぎて、入り込みすぎてしまったために、風さんのことを曲が流れるまですっかり忘れていたんですね。もう完全に藤城と弥生の二人に感情移入しまくっていましたからね。で、ラスト二人でマンションに帰っていく後ろ姿。 まあここで全然めでたしめでたしとは思わなかったですけれどもね藤代の気持ちが弥生に正しく伝わったことがやっぱり嬉しくてああよかったと救われたわと思った瞬間にピアノのイントロが鳴ったんでしかも場面にフィットしすぎるのでまるで知らなかったかのように鳥肌ものでしたこのねピアノの音のピッチが通常使われている 440Hz ではなくピッチを下げて 432Hz なんでしょうかいずれにしてもピッチを下げるということで山田智和ワールドにもうドンズばでハマりまくっているなとしかもこの歌詞何もないけれど全て差し出すよ手を離す軽くなる満ちてゆくもう藤代の気持ちまんまなんですよね藤代くん全て差し出している弥生も全て受け取って 彼女からも差し出ししているもしかしたらこの2人もまたこの時をピークにまた焦っていくのかもしれないですけれどもでもそれでも差し出し合える瞬間をつないでいけばもしかしたら愛は続けることもできるという奇跡もあるかもしれないとそんなことを思うのでしたそして最後の弥生からの投げかけパンダさんの尻尾は黒いや正解は白だったんですねいやこれは わかんなかったですね。そうやってどうでもいいことも話しつつ日常という恐ろしい恋愛略奪マシーンに抗ってね。公開が終える前に劇場に彼らに会いに行きたいと思っています。そんな何度も見たくなる映画でした。若い方にはどんどん恋愛してほしいですね。ということで映画4月になれば彼女はの感想でした。 ご覧になったあなたの感想などぜひコメントお待ちしております引き続きご一緒に楽しみたいと思ってくださった方はぜひチャンネル登録もお願いしますシニアチャンネルの方では健康やお金暮らし方など少しでも老後不安をなくす情報も発信していますので50歳以上の方いらしたらぜひ遊びに来てくださいねそれでは最後までご覧いただきありがとうございますまた次回の動画でお会いしましょう以上いまなにでした